年表。現在物語も佳境に差し掛かりクライマックスを迎えているワンピース。そんなワンピースで最も注目したいのが年表。ワンピースの世界では第1話の風車村のルフィの就航から2年間のことを描いているんですけども、回想を含めるとですね、実は非常に濃厚な歴史の上で成立している物語なんです。ということで今回はワンピースの歴史について徹底考察したいと思います。ワンピース第1064話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。約5000年前、ワンピースの物語の中で最も古い出来事が起こります。それは全知の木の誕生です。古語学が有名な町オハラのシンボルにもなっていた全知の木は5000年もの歴史を歩んでいました。そして約4000年前、現在でもアラバス王国のネフェルタリ家が住んでいるアルバーの宮殿が建設されます。近代的なデザインと4000年にもわたって人が住み続けられる頑丈さから、当時からかなり高い技術を持っていたことが読み取れますよね。そこから一気に時代は進みですね、1100年以上前、開園暦402年に黄金鏡とも言われたジャヤのシャンドラが最盛期を迎えます。そして1000年以上前、シャンドラに生贄の祭壇が建設されると、村で疫病などがあった時に太陽の神、雨の神、森の神、大樹の頭神に若い娘の血を捧げるという儀式が行われるようになりました。また同時期にはズニーシャが誕生しています。続いて約1000年前、ズニーシャの背中の上にですね、ミンク族の歴史が始まり、モコモコ王国が誕生しています。そして今から900年前、ワンピースの物語において最も重大な時代である九百の百年が始まります。900年前から800年前にかけての九百の百年にあった出来事はというと、巨大な王国の滅亡と世界政府の建設が最も重大なものだと言えます。そして巨大な王国を滅亡させた世界の創造主とも言われる20の連合国のうち、ネフェルタル卿を除く19の王族がマリージョアに移住し、そこを拠点として世界政府が建設されました。またドンキホーテ系がマリージョアに移住したので、陸系がですねドレスローザを統治するようになったのもこの頃です。そして連合国によって滅亡させられ巨大な王国は、光月家にポーネグリフを作ってもらうことで、後世に古代兵器や歴史の全てを残そうとしてるんですけども、それも空白の100年の終盤に行われています。また第628話で登場したポーネグリフは、ジョイボーイが人魚姫に宛てた謝罪文となってるんですが、これも光月家が作成したポーネグリフの一つとなっています。ちなみになんですけども、ジョイボーイと光月、ジョイボーイと人魚姫の間に何らかのつながりがあったことが読み取れるんですが、第1053話で明かされているように、ワノ国にはプルトンがあり、また649話で明かされているように、かつての人魚姫がポセイドンであったことが考えると、ジョイボーイは古代兵器を操ることができる立場にいたんだと思います。話を戻します。同じく空白の100年に起きた出来事といえば、シャンドラの滅亡です。第290話のカルガラの発言によると、シャンドラはポーネグリフを守るために戦い滅びたと言われています。そしてポーネグリフは光月家が作ったものであり、シャンドラは和の国と味方側の勢力であり、世界政府と敵対していたということがわかるでしょう。続いてですね、エニエスロビーが完成したのもちょうどこの頃です。エニエスロビーとはグランドラインの前半に位置するですね、世界政府直轄の裁判所が設置されている司法の島なんですけども、ここでは名ばかりの裁判が行われていて、連行されたものはほぼ確実に犯罪者の烙印を押されてしまうんです。つまりエニエスロビーは、世界政府が樹立されて間もない頃に都合の悪い人物を犯罪者に仕立て上げるために作られた場所である可能性が高いと言えるんです。そして光月おでんの妻となった光月時が生まれたのもちょうどこの頃です。さらに第1055話のすき焼けの発言によると、ワノ国の海底には800年前のワノ国が残されているとのことなので、ワノ国を囲うように防御壁が建設されて鎖国状態になったのも空白の100年の物語であると言えます。そして開国にはズニーシャの力が必須だと思われるので、ワノ国の周囲に防御壁を建設したのもズニーシャである可能性が浮上しているんです。約700年前、天竜人からの命令によってイーストブルーにてテキーラウルフの建設が始まります。そしてテキーラウルフとは、イーストブルーの島と島をつなぐ巨大な橋で、各国から集められた犯罪者や世界政府への加盟を拒んだ国民たちが労働者となり、700年前から現在まで建設され続けているんですけども、建設されている意図や目的については未だ謎に包まれているんです。しかし天竜人にとってはイーストブルーは大して重要な地点ではなく、さらに天竜人は下地民の生活のことなど一切気にも留めていないので、イーストブルーの島々の交通の便のために建設しているとは到底思えない。そして実態としては、犯罪者や反世界政府の思想を持っている人々が罰を与えられる場となっていることから考えると、テキーラウフはもともと橋の完成が目的なのではなく、見せしめのために用意された場所である可能性が高いと言えます。そして約659年前、国引き王子の異名を持つ古代巨人族の王子がノースブルにて誕生しています。ちなみにこの国引きという異名は、討ち取った国を島ごと自分の領土に持ち帰り、そこに悪党たちによる国を築き上げたという国引き伝説が由来となっています。そして約500年前です。王子は死亡しているんですけども、その死因はというと、氷の国でも裸でいたことによる凍死だと分析されています。そしてこのオーズの死体はモリアの影の実の能力によって500年の時を経て復活を果たしています。そして約400年前です。開園暦1122年5月21日にノーランドがジャヤに到着。その後開園暦1126年にジャヤの一部がノックアップストリームによってクソラ島に到達してしまったので、開園暦1128年にはノーランドが主張したジャヤにある黄金鏡の存在が嘘だとみなされてしまい、ノーランドは虚言の滞在で
で処刑されてしまうんです。またちょうどその頃、ワノ国は黄金の国として世界中から狙われていたんですけども、この頃にリュウマが活躍を見せ、外敵からワノ国を守りきったり、空飛ぶドラゴンを切り落としたという逸話までをも残しているんです。そしてリュウマ47歳という若さで病死してるんですけども、数々の伝説を残してきたので東神様として祀られていて、現在でもその伝説が語り継がれているんです。そして300年前です。悪の軍団として有名なジェルマ王国に66日間の栄華が訪れます。具体的に何が起きたかは明らかになってないんですけども、第826話でブルックがビンスモッケのことを大昔ノースブルーを武力で制圧した一族だと説明していたことから、武力によりノースブルーを制圧し66日間にわたってジェルマ王国として君臨したという事実があったんだと思われます。続いて約200年前、魚人族と世界政府の間に魚人族や人魚族に対する差別撤廃などを含んだ条約が交わされ、竜宮王国が世界政府に加盟します。こうしてレベリーへの初めての出席を果たすんです。そして約116年前です。ノースブルーの王国であるフレバンスにて白煙産業が始まります。そして国全体が雪国のように白一色なので、白い街と呼ばれて人々の憧れの街になるんですけども、100年後に悲惨な運命をたどることになるんです。そして約3年後の113年前です。ビッグマムにとって恩師ともいえるカルメルが孤児売りを始めます。世界政府や海軍と太いパイプを持つカルメルは秘密裏に孤児を海軍などに売り渡し始め、後に山姥の異名を持つまでに暗躍するようになります。それから11年後の102年前です。巨兵海賊団の2人の頭であるドリーとブロギーがリトルガーデンで決闘を開始。そのきっかけとなった出来事はというと、2人が仕留めた海王類のどちらが大きかったかを決めるため、決闘の理由も忘れて戦い続ける2人はなんと2年前の時点で7万回を超える決闘を繰り返しているんです。そして100年以上前、インペルダウンに収監されたモーリーがレベル5の極寒時刻とレベル6の無限時刻の間に穴を掘って空間を作って、後にイワンコフによってレベル 5.5 番地にニューカマーランドが建国されています。続いて100年前です。孤児売りとして13年の経験を積んだカルメルは海軍と結託してエルバフに潜入し、住民の信用を得てマザーと呼ばれるまでに立場を築きます。そして孤児院羊の家を開き、今まで以上に効率的に孤児売りを行う体制を整えるんです。そして10年後の90年前、ウエストブルーにて麦わらの一味の音楽家ブルックが誕生しています。77年前、イーストブルーローグタウンにて史上唯一グランドライン一周を成し遂げ、外族となったゴールディ・ロジャーが誕生し、新たなる時代が幕を開けます。続く63年前、当時5歳のシャーロット・リンリーが幼児特有の無邪気さと人間離れした力により生まれ故郷に甚大なる被害を及ぼし、国外追放となってしまいます。もはや手に負えないと痛感した両親は、聖母マザー・カルメルがいるという巨人族の住む国エルバフのウォーランドにリンリーを置き去りにし、羊の家で預けられることになるんです。それから10ヶ月後、ある大事件が勃発します。カルメルの辛抱強い協力により、巨人族から受け入れられてきたリンリンは幸福な時間を過ごしていたんですけども、冬至祭という12日間の断食に備えて食べるお菓子のセムラの美味しさに魅了された結果、7日目にして我慢の限界を迎え、なんと食い患いを起こしてしまうんです。その結果としてたった一人でエルバフの巨人族の村を半壊状態にしてしまうんですけども、そんなリンリンを殺そうと立ちはだかった巨人族の英雄竹ひげのヨルルを返り討ちにして殺してしまうんです。こうしてリンリンと羊の家はエルバフからの移住を余儀なくされ、別の島に羊の家を移すことになりました。それから数ヶ月が経った62年前、リンリンが6歳の誕生日を迎え、誕生日パーティーが催されます。カルメルと孤児たちはセムラでできた黒缶ブッシュを誕生日ケーキとしてプレゼントしたところ、リンリンは無我夢中で食べ尽くし、食べ終わった頃には孤児たちやカルメルがいなくなってしまった。そして不思議なことに、リンリンはカルメルの能力だったソルソルの実の能力を手に入れるんです。さらに一連の出来事を目撃していたシトロイゼンがリンリンに声をかけ、2人は行動を共にするようになります。そして6年後の56年前、後に伝説の海兵と謳われる戦国ガープツルなどが海軍に入隊。その1年後の55年前、海外渡航が禁止されていたワノ国から刀勝ちにして剣豪として知られた下月光三郎が違法出国し、大冒険の末にイーストブルーにたどり着きます。その後山賊に襲われる人々を救ったり剣術を教えたりして、その年で過ごし下月村の創始者となります。そして3年後の52年前、ブルックが音楽家兼剣士を務めるルンバー海賊団がアイランドクジラのラブーンを双子岬のクロッカスに預け、グランドラインに入ります。しかし魔の三角地帯に迷い込み、他の海賊団と交戦して大敗し、敵が仕込んでいた毒によって全員が命を落としてしまうんです。そして読み読みの実の能力者であったブルックは読みの国から魂だけ現世に帰還するんですけども、ノームによって自分の体を見つけることができず、ここから1年間にわたって魔の三角地帯をさまよい続けます。ちなみにちょうどその頃ロジャーがルーキーとして名を馳せ始めていました。そして1年後の51年前、魂として魔の三角地帯をさまよい続けていたブルックがようやく自分の体を見つけるんですけども、頭皮以外が完全に白骨化、奇妙な骸骨の姿となって復活を遂げるんです。そして49年前、グランドラインのウォーカー国で10歳だったカイドウは幼くして最強の兵士として称えられており、戦場で大活躍を見せます。それから3年後の46年前、ウォッカ王国の国王は強すぎて制御不能となっていたカイドウを兵士として海軍に差し出し厄介払い。しかしカイドウはそれに反発し、海軍の船から
脱走し7000万ベリーの賞金首となるんです。またちょうどその頃ですね、魚人と竜宮王国の魚人がいて、麦わらの一味の総奪取ジンベエが誕生します。そして2年後の44年前15歳にして海賊島八の巣にやってきたカイドウは、そこでも大物の海賊を倒して活躍を見せます。するとその実力がロックスの目に留まり、当時ロックス海賊団の一員だった白ひげがカイドウをスカウトし、カイドウがロックス海賊団に見習いとして加入。そして41年前和の国の花の都にて、当時チンピラとして自堕落な生活を送っていた金右衛門が大金を得ようとして白犬の獅子を売りさばこうとしたところ、山の神が激怒して都まで押し寄せて大暴れを始め、人や建物が丸海にされるという大被害を引き起こしてしまいます。しかしこれを収めたのが光月おでんでした。おでんは白犬の獅子を誘拐した罪を一身に引き受け、暴れる山の神をたった一人で退治するんです。これによって山の神に食われた人々や町は無事に解放されるんですが、この事件は後世でも山の神事件として広く伝えられています。そして事の顛末を目の当たりにした金右衛門と伝次郎はおでんに惚れ込んで、将軍すき焼きによって花の都を追放されたおでんを追いかけて、おでんの最初の家来となるんです。またちょうどその同時期に黒住おろしが白米の大名下月安家の小松会となっています。そして41年前から39年前までの2年間にかけて、伊蔵菊之丞勘十郎雷蔵足利道がおでんに仕えています。また40年前、この頃はロックスの時代だと言われており、ロックス海賊団が全海賊たちの覇権を握っていたと言われています。そして39年前です。おでんは無法地帯だったクリをまとめ上げて、荒れ狂者たちに仕事を与えたり、彼らのためにですね、桃源農園を作るなどの大々的な開拓を行ったりして、クリを活気ある里に変貌させます。その功績が認められたおでんは、将軍すき焼きから絶縁を解消され、クリ大名としての称号が与えられるんです。そしてちょうどその頃、ロジャー海賊団がログポースの到達点である、ロードスター島に到達しています。またシャンクスがウエストブルーで誕生したものも、39年前の出来事です。続く38年前、世界を揺るがす大事件が勃発します。それがゴッドバレ事件です。これは世界の王になるという野望のもと、全海賊たちの覇権を握っていたロックス海賊団から天竜人とその奴隷たちを守るために、その場に居合わせたロジャーとガープが手を組んでロックス海賊団を壊滅させたという大事件です。その後ゴッドバレとは跡形もなく消滅してしまっており、事件の壮絶さとタブーさを物語っています。ちなみにロックス海賊団が壊滅した日に、カイドウはビッグマムからウオブの実を与えられて能力者となっています。また当時サイノシャンクスがゴッドバレ事件の時にロジャーが奪った財宝の中に紛れ込んでいて、これをきっかけにロジャー海賊団に拾われたということがワンピースフィルムレッドの入賞者特典である40億巻の中で明かされています。そして1年後の37年前、不治の病に蝕まれていたにもかかわらず、満開の桜を見たことによって症状が大きく緩和したという経験を持つヒルルクが奇跡の桜の研究を開始。続く36年前、サウスブルーにて麦わらの一味の船大工フランキーが誕生。それから3年後の33年前、ドンキホーテホーミング船が天竜人の地位を捨て、なんと一家4人で地上に移住。しかし移住先の住民に天竜人であることがバレてしまい、人々の天竜人への恨みがドンキホテキに向けられ、一家は追われる身となってしまうんです。自国のような拷問や迫害を受けながら逃亡生活を送るさなか、ドフラミンゴの母が病死してしまうんです。そしてちょうどその頃、ワノ国では犬嵐、猫まぶし、川松の3人がおでんの家臣に加わっています。そして1年後の32年前、後に赤犬キザルンとの異名を持つ杯とボルサリノが海軍に入隊。そして31年前、ベルゴンに障害されドフラミンゴに王の資質を見出したトレーボルは、復讐する力としてドフラミンゴに糸糸の実と拳銃を与えます。その後ドフラミンゴは母を亡くしたことに怒り、父を殺害。父の首はマリージョンに持ち帰るんですが、帰還を拒否され、挙句の果てにはですね、聖地マリージョンの内部にある重大な国宝のことを知っている存在として危険人物扱いを受け殺されそうになるんです。それからというもののですね、ドフラミンゴは天竜人が牛耳る世界の全てを破壊することを心に誓って、トレーボル、ディアマンテ、ベルゴ、ピーカによって王として掲げられ、行動を共にするようになるんです。そしてその頃ドフラミンゴの実の弟であるロシナンテはドフラミンゴの元から失踪し、戦国によって保護。続いて30年前です。ワノ国の外の世界に強い興味を抱いたおでんは、ワノ国に漂着した白ひげ海賊団の船に乗せてもらうことを懇願。しかし無理やり白ひげ海賊団の船に乗り込もうとしたおでんが、白ひげから提示された条件に従って、なんと鎖に繋がれたまま3日間にわたって白ひげの船にしがみ続けようとするんです。そして残り1時間というところで鎖を離してしまったおでんなんですが、それは近くで悲鳴を上げていた天月時を助けに行くためだったんです。そこに白ひげ海賊団が駆けつけ、条件を達成していないものの、おでんを仲間として迎え入れることになり、おでんと時の2人は白ひげ海賊団の一員となるんです。またおでんを引き止めようとした伊蔵と、おでんについて行こうとした犬嵐と猫まぶしの3人も白ひげ海賊団に加入しています。そしてちょうどその頃、後に青生地の異名で知られるクザンが海軍に入隊。またウエストブルーのお花にて麦わらの一味の考古学者ニコロビンが誕生しています。そして2年後の28年前です。ワノ国では光月すき焼きの死亡が偽装され、オロチがおでんの代理としてワノ国の将軍に就任しています。そしてちょうどその頃、ロジャーが不治の病を患い、双子岬で灯台森として暮らすクロッカスを船員としてロジャー海賊団に迎え入れます。また後に黒ひげの異名で知られるマーシャル D
ティーチが白ひげ海賊団に加わるのも28年前のことです。さらに重要な出来事が続きます。ゴッドバリ事件から10年が経ち、武力の化身とまで呼ばれていたカイドウが黒住日暮に招かれてワノ国に入国。そしてワノ国への復讐を企むオロチと手を組み、カイドウはワノ国の支配下に置き始めるんです。また同じく28年前にはロビンの実の母親であり考古学者のオリビアがフォーネグリフの探索チームの一員としてオハラから出発しています。それからというもののロビンはオルビアの弟の家に引き取られ不遇の生活を送ることになるんです。そして38年前から28年前までの間、カイドウはパンクハザードの実験施設で同じく実験体となっていたルナーリア族のアルベルと出会い、自力で脱出してアルベルにキングの名を与える。こうしてキングがカイドウの右腕となり百獣海賊団が結成されます。そして27年前です。ここでも世界的な大事件が勃発。それがエッド王の海戦。世界を滅ぼせる兵器によって世界を支配することを目論み、ロジャーの部下として迎えようとする金獅子の指揮はロジャーの船を大艦隊で包囲するんですが、支配に興味のないロジャーは指揮からの要求を真っ向から拒絶して大激戦を繰り広げることになるんです。そして兵力の差が著しいことからロジャー海賊団は圧倒的な不利な局面だったんですけども、悪天候により突然巻き起こった大津波で指揮の艦隊が壊滅した上、指揮自身も大怪我を負ってしまいます。こうしてロジャーの船は無事に海域を脱出し、勝負は痛み分けで幕を閉じています。そしてちょうどその頃、ロジャー海賊団の見習いだったバギーはバラバラの身の能力者になっています。そして続く26年前です。ロジャー海賊団と白ひげ海賊団が激突した後、宴会が開かれるんですけども、最後の島を目指してロードポーネグリフを探していたロジャーは古代文字の読み書きができるおでんに巧妙を見出し、おでんを1年間貸してほしいと白ひげに懇願。こうしておでんはですね、ロジャー海賊団に加入。それと同時におでんの妻トキと2人の子でもある桃之助と日和もロジャーの船に乗り込むんですけども、ついでに密航していた犬嵐と猫マムシもロジャー海賊団に加入しています。そしてロジャー海賊団は空島スカイピアへ到達し、大将ロにメッセージを残した後、魚人島に向かってロードポーネグリフの写しを手に入れる。続いてワノ国にロードポーネグリフの写しを取りに行くんですけども、その道中でトキがですね病床に伏してしまい、ワノ国で船を降りることになってしまうんです。そしてトキと幼い子供2人を加え、付き添いで犬嵐と猫マムシが船を降りるんですが、トキがおでんの夢を尊重したので、おでんは下船せず最後の島まで向かうことになります。ちなみにこの時すでにワノ国は変わり果てた姿になっていました。続いてビブルカードを頼りに犬嵐と猫マムシの故郷であるゾウに到着し、ロードポーネグリフの写しを手に入れる。以前ビッグマンから奪った写しと合わせて全てのロードポーネグリフを集めたロジャーはついに最後の島ラフテルを目指すんです。そしてちょうどその頃ワノ国ではオロチとカイドウが武器の海外取引を開始。そして運命の25年前、ワンピースの物語において最も重要と言える出来事が起こります。そう、ロジャーによるグランドライン制覇。ロードポーネグリフを読み解いたことで最後の島の場所が分かったロジャー海賊団は最後の島へ到達し、歴史の全てを知るんです。そしてジョイボーイが残したとんでもない宝を前にしたロジャーが涙を流し大笑いし、最後の島にラフテルという名前をつけるんです。その後自らの指揮を悟っていたロジャーが船長命令により海賊団の解散を宣言。一番最初に船を降り、仲間たちとは笑顔の別れとなりました。続いておでんがロジャー海賊団に送られてワノ国に帰国するんですけども、ワノ国は異様な変貌を遂げており、将軍のオロチやカイドウが好き勝手していることを知るんです。そしてトキが負傷したことを知ったおでんは怒りをあらわにしてオロチの元へ詰め寄るんです。そしてオロチを守る侍たちを次々と打ち倒し、オロチにも刀を振り落としたんですけども、黒ずみセミマルのバリバリの身の能力によって防がれてしまいます。その後その場に現れたカイドウにも切りかかるんですけども、数百人の人質を前に手を出すことができず、オロチからの裸踊りの約束を受け入れてしまう。こうしておでんは5年にわたって毎週都で裸踊りをするようになるんです。24年以上前、生物の血統因子を発見したベガパンクは世界政府に危険視された結果、世界政府によって逮捕されてしまいます。そしてベガパンクシーズはクイーンジャッジが所属していたと思われる研究チームのマッツはですね、世界政府に買収されてしまうんですが、ジャッジはなんとか逮捕を免れ、血統因子の研究を続けて数年後に実用化にこぎつけているんです。そして24年前です。この年にも重大な出来事が起きています。なんとロジャーが突然海軍に自首し、ローグタウンでの公開処刑が決定。そして公開処刑当日、ローグタウンにはバギーやシャンクスなどかつてのクルーや後に大きく名を馳せる者たちが駆けつけてきたんですが、聴衆が見守る中でロジャーは宝の存在を明らかにし、ロジャーの処刑とともに大海賊時代が幕を開けるんです。また船大工のトムがロジャー海賊団の船であるオーロジャクソン号を作ったという罪によって死刑判決が出されたのもこの頃。しかしトムはウォーターセブンの未来のために海列車の開発プランを公表し、裁判長によって執行猶予として10年の期間が与えられました。続く23年前、ワノ国リンゴにて百獣海賊団対月光海賊団の戦争が繰り広げられます。大軍を率いるモリアに対しカイドウも
も全軍を率いて迎撃し、全面戦争の末にモリアを破っています。そしてその戦いの最中にモリアは東神様として立て祀られていたリューマの遺体に加え、哀悼の終水を盗み出しています。続いて22年前、オハラでは悲惨な事件が起きてしまいます。考古学研究が盛んなオハラでは秘密裏にポーネグリフの研究が行われていたんですけども、それが世界政府に嗅ぎつけられ CP9 がオハラに派遣されてしまうんです。そしてクローバー博士が五老星と対談した時に、五老星はオハラが知りすぎていることを認識し、その結果としてバスターコールが発動。こうしてオハラは海軍からの徹底的な砲撃を受けて壊滅し、ロビンを除く全ての住民が命を落とすんです。しかしロビンがポーネグリフを読めると知っているスパン9がロビンの生存を知って、なんと8歳のロビンに7900万ベリーもの懸賞金がかけられるんです。こうしてニコロビンは以降20年にわたり世界中を逃げ回り、逃亡と裏切りを繰り返しながら安息のない過酷な日々を送ることになります。同じく22年前、ロジャーの妻であるポートガス・ディ・ルージュが20ヶ月もの妊娠期間を乗り越え、サウスブルーバテリラにてエースを出産。しかしルージュの体は限界を迎えていたので、エースの出産直後に他界してしまいます。そしてエースと同じくルフィの義理の兄であるサボもイーストブルードーン島のゴア王国にて誕生しています。そして26年前から22年前までの間、クロコダイルが20歳という若さで王家支部会に就任しているんです。続く21年前、イーストブルーの下月村で麦わらの一味の戦闘員ゾロが誕生し、ノースブルーのジェルマ王国で麦わらの一味の国旗サンジが誕生しています。またワンピースフィルムレッドのウタが誕生したのも21年前のことです。そして20年前です。ワノ国では大事件が勃発。オロチとの約束を信じて5年間裸踊りを続けていたオデンは、オロチに約束を守る気がないことを悟ります。さらに自分に親切に接してくれていたヒョウゴロウが捕獲された上、ヒョウゴロウの妻や子分16人が射殺されたことを知り、オデンは我慢の限界を迎えカイドウを撃つことを決意するんです。こうしてオデンは赤鞘国男を引き連れ鬼ヶ島に進軍するんですけども、まさかのうどんで待ち伏せされていて、オデンがカイドウの脇腹に大きな傷をつけるほどの大奮闘を見せるも、黒住シグラシが桃之助に化けた言葉で隙ができカイドウに倒されてしまい、オデン以降は敗北を喫してしまうんです。そしてオデン以降はオロチに逆らった罪人として捕らえられ、釜茹での刑に処されることが宣告されてしまいます。そして処刑当日、伝説の1時間とも語り継がれる釜茹での刑が始まるんですが、オロチとカイドウに除名のチャンスを求め、1時間耐えれば命を助けるという約束を取り付けます。そして処刑が執行されると、オデンは9人の家臣を船板に乗せたまま1人で釜の中に飛び込むんです。しかしオデンは自分がこの日必ず殺されることを悟り、20年後に和の国を開国するという夢を家臣に託す。そして見事1時間の釜茹での刑を耐え切ったオデンに対し、オロチは銃殺の刑に変更し再度処刑しようとするんですけども、オデンがイタゴと投げ飛ばし家臣たちを逃がす。そしてカイドウは敵ながらにオデンの生き様に感嘆し、自らの手でオデンを葬り去るんです。一方家臣たちはというと、オデン城に到着した頃にはすでに火の手が回っていました。そして時はオデンから託された遺言状に従って、オデンの夢を未来へとつなぐため、桃之助と家臣たちを20年後の未来に飛ばすことにするんです。こうして桃之助、金右衛門、雷蔵、勘十郎の4人は20年後の未来へと飛び、時は時勢の句を読みながら敵の銃弾を受けて命を落とす。そして残された家臣たちもそれぞれがおでんの思いを背負って20年の時をじっくりと待ち続けることになるんです。そしてこの一連の騒動を見ていたカイドウの息子であるヤマトは、おでんの生き様と死に様に感銘を受け憧れを抱くようになる。そしておでん処刑後に栗に向かっておでんの公開日誌を拾ったヤマトは、父カイドウからの強い反対を受けながらもおでんを自称し暮らすようになるんです。また同時期にイーストブルーのオイコット王国にて麦わらの一味の公開誌ナミが誕生しています。続いて19年前、ベルメールが戦災孤児のナミとノジコを連れてココヤシ村に帰還し、2人を養子として暮らし始めます。またハンコク、サンダソニア、マリーゴールドが誘拐され天竜人の奴隷となったのもちょうどこの頃。そしてイーストブルードーン島ゴア王国の風車村にて麦わらの一味の船長モンキーディルフィーが誕生し、イーストブルーの月光諸島シロップ村にて麦わらの一味の狙撃手ウソップが誕生します。またワンピースフィルムレッド関連の出来事といえば、海賊に故郷を襲われて両親を失い、さらに海賊に誘拐されたウタがシャンクス率いる赤髪海賊団に引き取られたのもちょうど19年前の出来事。そしてワンピースフィルムレッドでは、ウタを引き取った当時のシャンクスの左目に3本傷が描かれていなかったので、黒ひげがシャンクスの左目に3本傷をつけたのは19年前から風車村に来た13年前までの6年間の出来事だということが明らかになっています。そして18年前、下月牛丸が大名として統治していたリンゴがですね、カイドウによって壊滅させられています。続いて17年前、当時13歳のロブルッチはすでにサイファーポールに入隊し、とある王国の兵士500人が海賊の人質に取られていた事件で、兵士を皆殺しにした上で海賊の狩猟の首を取って事件を収めます。そして同時期の魚人島では、乙姫王妃が翌年のレベリーで魚人の地上移住への意思を示すため署名活動を開始。また同時期にロシナンテが兄ドフラミンゴの暴走を止めるために海軍のスパイとしてドンキホーテ海賊団に潜入し、その後2代目コラソンを襲名しています。そしてグランドラインのドラム島ドラム王国にて麦わらの一味の戦意トニートニーチョッパーが誕生。そして翌年の16年前、タイの魚人であるフィッシャータイガーが数年間奴隷になっていた聖地マリジョアから逃げ出し魚人島へ帰還。また約116年前に
ノースブルーのフレバンスで始まった白煙産業の影響で100年の時を経て一斉に白煙病が発症。そして伝染病だと勘違いして隔離処置を取る周辺諸国に対しフレバンスは武器を取って戦いを挑み全面戦争が勃発するんです。こうしてフレバンスは周辺諸国から一斉攻撃を受け滅亡してしまう。そして当時10歳だったローは死体の山に隠れてフレバンスから脱出するんですが、世界への破滅願望を持っていたことや生い立ちなどがドフラミンゴに評価されてドンキホーテ海賊団に加入。またちょうど同時期にグランドライン魚人島の竜宮王国にて後にポセイドンとして能力を目覚める白星が誕生しています。そして15年前タイガーが聖地マリージャを襲撃しハンコクをはじめとする奴隷たちを解放し、そこで解放した奴隷やタイガーに賛同する魚人たちをまとめ上げ太陽の海賊団を形成します。またドンキホーテ海賊団のベルゴがドフラミンゴの指示でスパイとして海軍に入隊したのもちょうどこの頃です。続いて24年前に10年間の執行猶予が与えられていたトムが海列車パッフィングトムを完成させ初めて航海に成功。ちょうどその頃ロシナンテがローの白煙病を治すためにローを連れてドフラミンゴの元を離れ2人で各地の病院を半年間渡って訪問しています。そして13年半前、ドフラミンゴからオペオペの実を食べるように連絡が入ったロシナンテはドフラミンゴを出し抜いてローを治すべくオペオペの実を持つ元海軍将校の海賊であるディエス・バレルズのアジトからオペオペの実を奪い取ることを画策。そしてナギナギの実の能力を使って鮮やかに奇襲し見事オペオペの実を手に入れそれをローに食べさせます。そしてロシナンテはローに情報文書を海軍に渡すように頼むんですが、不運なことにその文書を受け取ったのがスパイとして海軍に入隊していたベルゴなんです。これによってロシナンテが海軍のスパイだったことがバレてしまい、ベルゴはロシナンテを徹底的に痛めつけます。そして全てを知ったドフラミンゴは鳥かごを展開し逃げられないことを悟ったロシナンテはせめてローだけでも自由の身にしようとローを宝箱の中にかくまう。そしてロシナンテはドフラミンゴに銃で撃たれ命を落とす。しかし狙い通りローを逃がすことに成功し、ローはドンキホーテ海賊団から解放されることになるんです。ちなみにこの時ドレイクはバレルズ海賊団から抜け出して海軍に保護されていて、後に海軍将校にまで出世を果たしています。続いて13年以上前、サンジの性格に多大なる影響を与えた母親のビンクスモークソラが命を落としてしまいます。そして13年前です。非常に重要な出来事が起こります。それは赤髪海賊団によるゴムゴムの実の強奪です。赤髪海賊団は当時 CP9 だったフーズフーが護送していた政府の船を襲いゴムゴムの実を手に入れるんですけども、大戦54話によるとシャンクスがわざわざゴムゴムの実一つしかない政府の船を襲っていることが明かされているので、おそらくシャンクスはゴムゴムの実の正体が人々の原住種モデルニカであることを知っていたんだと思います。そしてその後シャンクス率いる赤髪海賊団がイーストブルーの風車村に滞在するようになり、ルフィと婚姻になります。そしてルフィはシャンクスの義理の娘であるウタとも仲良くなり180回以上にも及ぶ勝負を重ね親睦を深める。またちょうどその頃ハンコクがアマゾンリリーの皇帝およびクジャ海賊団船長となり初めての航海に出る。そしてその最初の遠征で大活躍を見せたハンコクは政府により8000万ベリーもの懸賞金がかけられ、なんと加入を受けて王家七部会に加入しています。さらにジェルマ W6 がノースブルーからレッドラインを登りイーストブルーに渡りコジアに侵攻したのも13年前の出来事です。その間にサンジはレイジの協力を得てビンスモッケから抜け出し客船オービット号に乗り込んでいます。また同時期にワノ国では日和が川松の元から免れ京城一家の遊郭に拾われ小紫と名乗るようになっていたり、川松が鬼丸と出会って武器を集め始めたり、川松がうどんの囚人採掘場に収監されたりといった重要な出来事が起きています。そしてゾロが下月幸三郎から刀二振りを譲り受けたのもちょうどこの頃。そして翌年の12年前です。ウタがとんでもない事件を引き起こしてしまいます。それが赤髪海賊団が音楽の国エレジアを訪れた時のことです。歌うと魔王が出現するという禁断の歌であるトットムジカの楽譜がウタの魅力的な歌声に導かれウタの元へと舞い込み、ウタはその楽譜を歌ってしまいトットムジカが出現。この凶悪な魔王を前にシャンクスたち赤髪海賊団は奮闘するんですが、エレジアは完全に壊滅。幸運なことにウタは体力がつき眠ってしまったことで魔王は再び封印されたんですけども、エレジアの一件を赤髪海賊団の仕業だということにしてウタをエレジアに置いたままシャンクスたちは拠点の風車村に戻るんです。こうしてウタはゴードンの元で音楽を学びながらも海賊を恨むようになっていくんです。またウタが下船してしばらく経った後、ルフィはですね赤髪海賊団に加入する強い意志を示すため左目の下に自らナイフで切り傷をつけるんですが、その勇気を称えてマキノの酒場でドンちゃん騒ぎを繰り広げます。そしてそこに山賊のヒグマがやってきてシャンクスと一悶着を起こすんですが、その際にルフィはゴムゴムの実を食べてしまい全身ゴム人間になる。その後酒場にやってきたヒグマに立てついたルフィは今にも殺されそうになるんですが、赤髪海賊団が駆けつけて難を逃れます。しかしヒグマがルフィを連れて海に逃げ、そこでルフィは海に突き落とされてしまうんです。そこに近海の主がやってきてルフィが食われそうになったその瞬間、シャンクスが間に合ってルフィを助ける。そしてシャンクスは覇気によって近海の主を追い払うんですけども、なんとシャンクスの左腕が食われてしまったんです。こうして海の恐ろしさとシャンクスの偉大さを知ったルフィはいつかシャンクスを超える海賊になると宣言。そしてそのルフィの姿に何かを感じ取ったシャンクスはルフィに麦わら帽子を預け立派な海賊になって返しに来るようにと約束を交わすんです。
そのゴルフィーはガープに連れられて山賊ダダンの元に預けられ、エースとサボに出会う。最初はエースから煙たがられていたルフィも一緒に時間を過ごす中で信頼を得て、3人は義兄弟の杯を交します。そんな中サボが父親に発見され、無理やり家に引き戻されてしまいます。そしてサボはグレートアミラルが焼き払われてしまうことを知るんですが、その放火を主導しているのが国や貴族であることを知り、自分が貴族に生まれたことを心底恥じ、その翌日に海に出る決意を固める。しかし出航した先、天竜人を横切ってしまったため砲撃を受け、船を沈められてしまうんです。このことを聞いたルフィとエースはサボの死を確信。しかし実はサボはドラゴンによって命を救われ、記憶喪失になりながらもなんとか生き続けていたんです。そしてサボは革命軍として行動するようになり、12年後にルフィの前に姿を現しています。まだ12年前に起きた出来事としては、タイガーの死が挙げられますよね。ピジャータイガーは航海の途中で元奴隷の少女コアラを故郷フールシャフト島に送る仕事を頼まれたので、太陽の海賊団の船にコアラを乗せてフールシャフト島に送り届けたんですが、なんと島民に裏切られ、当時海軍本部中将だったボルサリーノの指揮のもと少々ストロベリーの部隊に襲撃され、瀕死の重傷を負ってしまうんです。しかし輸血すれば生き延びられる様態であったので、奪い取った海軍の軍艦にあった人間の血液を輸血しようとしたんですが、タイガーはそれを断固拒否。そしてタイガーは自分が奴隷だったという事実をですね、クルーに打ち明け、次の世代には何も伝えないようにと言い残したところで生き絶えてしまうんです。そしてタイガーの死を受けて、太陽の海賊団はジンベイ、アーロン、マクロの3つに分派するんですが、アーロンはタイガーの復讐のために海軍を襲撃したところ、キザルンに返り討ちに遭い、インペルダウンに投獄。続いて11年以上前、ゾロが親友兼ライバルとして剣の腕前を競っていたクイナが階段から落ちて命を落としています。その前日にクイナとどちらが先に世界一の剣豪になるかという勝負を持ちかけていたゾロは、その誓いを胸に刻み、クイナの愛刀和道一文字を孔子郎から譲り受けます。そして11年前です。赤石のゼフ率いるクック海賊団がイーストブルーで客船オービット号を襲撃。しかしその時嵐に見舞われてしまい、サンジとゼフの2人は断崖絶壁に囲まれ、水も食料も一切取れない無人島に打ち上げられます。そしてサンジの食料が底をついた時、ゼフの隣にまだ分け前が残っていることに気づき奪いに行くんですが、分け前の中には一切食料が入ってなく、ゼフは自らの足を食って生き延びていたんです。こうして2人はなんとか85日間にもわたる遭難生活を乗り越えて無事に生還を果たします。そしてゼフは海賊から足を洗って料理人となり、海上レストランバラティを開業し、サンジもゼフの弟子として乗船することになります。そしてちょうどその同時期、太陽の海賊団から分派した中のジンベイ一派が、ジンベイが2代目船長になる形で太陽の海賊団を存続させていたんですが、ジンベイはですね、世界政府から大岡支部会加入の誘いを受けます。タイガーの石を継いだジンベイは、魚人初の大岡支部会への加入はですね、魚人と人間との差別がなくなるきっかけになると思い、政府の誘いを受けて大岡支部会に加入。しかしこれによる恩赦でアーロンがイーストブルーに解き放たれ、波の故郷であるココヤシ村の惨状につながってしまうんです。そして翌年10年前、恩赦によりイーストブルーに解き放たれたアーロンがココヤシ村にやってきて、村人たちに年貢を要求。そしてノジコとナミの分だけしか払えず、自分の分を支払えなかったベルメルは見せしめとしてですね、アーロンに撃たれ命を落とします。その後部屋から海図が見つかってしまったナミはアーロン一味に連行され、測量士として海図を書き続けられる日々を送ることになるんですが、ナミはアーロンと1億ベリで村を買い戻す取り決めを交わしており、その目標のために必死に金を集める生活を送るようになるんです。ただ同時期に魚人島でも大きな事件が発生、それが乙姫の射殺事件です。魚人島にナンパしてやってきた天竜人のミョスガルド星を体を張って助けた乙姫がミョスガルド星の帰国に同行し、1週間かけて解き伏せ、魚人島にとって希望の光ともいえる天竜人の署名への賛同書を手に入れ、竜宮王国へ帰還します。それによって島民からの署名が次々と集まるようになったんですが、なんと乙姫が人間に銃撃されて命を落とすんです。死の瀬戸際でも自分の信念を突き通す乙姫は、子供たちに対し怒りや恨みを残さないようにと願う。そのためですね、白星は乙姫を殺したのが実は人間ではないと知っていたのにもかかわらず、10年間もその事実をたった一人で背負い続けることになるんです。次にウォーターセブンでも大きな事件が起こりました。執行猶予期間内にですね、海列車を完成させたトムが、それからもですね、海列車の製作を続け、この頃には全路線をですね、開通させるまでに至りました。この功績によってトムの死刑は撤回されると考えられたんですけども、 CP5 の主幹であったスパンナムはトムの元にですね、プルトンの設計図があると確信し、どうにかしてトムに罪を着せることができないかと画策。そんなスパンダムが目をつけたのがフランキーが作っていたバトルフランキー。スパンダムはバトルフランキーを操り、地方戦を襲撃し、見事にトムとアイスバーグとフランキーの3人を襲撃犯として裁判にかけることに成功。しかしトムは海列車の功績として地方戦襲撃の罪を帳消しにしてほしいと裁判長に懇願し、トムはオーロジャクソン号を製造した罪で死刑となり、フランキーとアイスバーグは不問となったんです。そして海列車に乗せられて連行されそうになるトムを取り返すため、フランキー
ーは線路に仁王立ちとなり海列車を止めようとするんですが、それも虚しく跳ね飛ばされる。こうしてフランキーは全身の骨が砕け瀕死の重傷を負うんですが、流れ着いた先にあった配線のガラクタや機械部品を材料に自らの体を改造しサイボーグとして生還を果たすんです。またドレスローザでも大きな事件が起こってました。ドラミンゴは天竜人の密金である天上金の輸送船を襲撃して政府を脅迫し王家支部会に加入。そして同時期にドラミンゴは突然ドレスローザになってきて、ドレスローザの先代王朝はドンキホーテ家だと主張、陸王に対しこの国を100億ベリで売ると脅しをかけるんです。これを受けて陸王は軍隊を出動させ国中から金品を集めて回るんですが、ドフラミンゴの能力で操られた結果陸王は突如として国民を襲ってしまうんです。これによって陸王は狂乱したとして国民からの信頼を一気に失う。そこに救世主として現れたのがドフラミンゴ。ドフラミンゴ率いるドンキホーテ海賊団は荒れ狂う軍隊を沈め、ドレスローザを救った救世主とし、国民から絶大なる信頼を得るようになるんです。こうしてドフラミンゴは一夜にしてドレスローザを手中に収めるんです。そしてちょうどその同時期にロー、ベポ、シャチ、ペンギンの4人がロー船長としてハートの海賊団を形成しています。そしてこの時のワノ国ではカイドウとオロチの悪性に耐えきれなくなった一部の光月支持者たちが鬼ヶ島に攻め入るんですけども、あえなく討ち死にに。続いて9年前です。タイガーにフルシャフト島まで送り届けられたコアラがハックに釣られて革命軍に加入。そして8年前、ドラム王国にてヒルルクが瀕死のトナカイを助けトニートニーチョッパーという名前を当てられています。また聖地マリージョアではレビリーが開催されてワポルやコブラなどが出席しているんですが、議題として革命軍ドラゴンが取り上げられていて、その危険性について確認されています。また空島ではエネルが自分の故郷であるビルカを消滅させスカイピアに侵攻、瞬く間にスカイピアの神の座に君臨。そしてその後箱舟マクシムの製造が開始しています。続いて7年前、ドラム王国でも大きな事件が起こりました。自らの指揮を悟ったヒルルクはチョッパーが再び孤独になることを懸念し、無理やりチョッパーを追い出すんです。しかしチョッパーはヒルルクの病気のことを知ってしまい、万能薬であるアミウダケを探しに行きます。そしてボロボロになりながらアミウダケを手に入れたチョッパーはヒルルクにアミウダケのスープを飲ませ、そんな中ヒルルクの長年の研究が突如として成功し奇跡の桜が完成。そしてヒルルクは病気になったという EC20 の元に向かうんですが、それはワポルが仕掛けた罠だった。一方チョッパーはというとヒルルクを助けることができたと思い浮かれ気分だったんですが、突然やってきたクレハにアミウダケが猛毒のキノコであることを知らされると、全てを悟りヒルルクのいるドラム城へと飛び出していくんです。そんな中ヒルルクはチョッパーの薬で死ぬわけにはいかないという考えのもと、自らの命を絶つことを望み爆薬を飲んで爆死するんです。これを目撃したチョッパーはヒルルクの死を嘲笑ったワポルに襲いかかろうとするも、ドルトンの決死の説得によりその場から立ち去ります。こうして自分の知識のなさを呪ったチョッパーがクレハに医術を教えてほしいと頼み込み、クレハの下で医術を学びつつ助手として生活をするんです。またウォーターセブンに関する出来事としては、7つあった造船会社がアイスバーグによって統合されガレーラカンパニーが発足。そして CP9 のルッチ各ブルーのカリファの4人がプルトンの設計図を求めウォーターセブンでの潜伏任務を開始。またちょうどこの頃ですね、ブルックがスリラーバークに誘い込まれモリアによって影を取られます。そしてその後ですね、影を奪還しようとしスリラーバークで大暴れするんですが、自分の影が仕込まれたワノ国の侍リューマの圧倒的な力を前に敗北してしまい、再び魔の三角地帯をさまようことになります。そしてロビンがウエストブルからリバースマウンテンを通ってグランドラインに入ったのも7年前。そして6年前です。クロコダイルがロビンと協定を結び秘密結社バロックワークスを結成。またウォーターセブンではアイスバーグが次期市長として推薦され見事市長に当選。そんなある日フランキーが突然ウォーターセブンに帰還し、アイスバーグと秘密裏に再会を果たすんです。そしてその頃フランキーはアイスバーグから古代兵器ブルトンの設計図を受け取ります。またシャンクスが4校と呼ばれるようになったのもちょうど6年前です。続いて5年前です。エースがコルボ山を出発し海へと旅立ちます。その後エースはメラメラの実の能力者となりスピード海賊団を結成しメキメキと頭角を現す。その後エースは世界政府から王家支部会への勧誘を受けるんですが、さらなる高みを目指すためその誘いを断ります。またノックス海賊団のペドロがホールケーキアランドに侵入しビッグマムの持つポーネグリフを狙うんですが、あえなく失敗。ビッグマムに捕らえられてしまい、ルーレットで100年の寿命が求められてしまいます。これによって相棒のゼポが30年の寿命を抜かれて死亡し、残るは70年分となるんですが、ペコブーツの懇願により10年分減らされ、さらに左目の眼球を自らえぐり出したことでもう10年分減らされ、結果として50年分の寿命と引き換えに命だけは見逃され故郷の像に帰還することになるんです。またアルバスタで首都アルバーナを除く全ての街で雨が降らなくなったのもこの頃。そして4年前です。新世界で航海を続けていたエースたちはワノ国の海域に差し掛かり漂着する形でワノ国に入国。そして食料不足で餓死寸前だったクリのアミガサ村に漂着したエースが船の食料を全ての村人たちに奪われてしまうんですが、一切気にすることなく逆に村人たちとの交流を深めていくんです。その後ワノ国の惨状を知ったエースはワノ国を実行支配していたカイドウに挑もうとし鬼ヶ島に向かうんですけども、カイドウや幹部たちが遠征中で不在だったので居合わせたカイドウの息子であるヤマトと交戦することになります。その中で意気投合したエースとヤマトはお互いの身の上の話に花を咲かせいつか海で再会することを約束。
そのオアエースは輪の国から出国することを決意し、海賊団に入れてほしいと懇願するオタマに、妖艶なくの市になったら連れていくと約束し、輪の国を後にします。その後エースは高みを目指し続け、当時世界最強の海賊と称されていた白ひげに戦いを挑もうとするんですが、白ひげに恩があるジンベエがエースの前に立ちはだかり、5日間にも及ぶ大激闘の末引き分けに終わります。その直後に現れた白ひげを相手に、エースは海賊団全員で挑みかかるんですが、まるで歯が立たず敗北。しかしエースは仲間を逃すためにたった一人で白ひげの前に立ちはだかります。そんなエースの姿勢を気に入った白ひげは、エースを気に入って白ひげ海賊団に勧誘するんです。その後100回以上も白ひげの首を狙っては失敗するという日々が続くんですが、自分のことを息子と呼んでくれる白ひげに心を開いて、正式に白ひげ海賊団に加わるんです。また同時期にパンクハザードではシーザーによる化学兵器爆発事故が起きています。これによって島が有毒物質に汚染され、世界政府によって完全封鎖。そしてシーザーは逮捕されるんですが、監獄船から脱走しています。続いて3年前です。シーザーがパンクハザードに戻り、モチャなどの子供たちを次々と誘拐し、人体の巨大化実験が開始。またキャベンディッシュが新世界に進出したのもこの頃で、緑牛が断食を始めたのも3年前です。またワンピースフィルムレッドによると、ウタが新種のデンデン虫を拾い、世界中の歌声を発信し始めたのもちょうどこの頃となっています。こうして第1話と繋がっていき、2年前にルフィは村人たちに見守られながら風車村の港から海へと旅立ち、ワンピースの物語が幕を開けていくんです。という感じで年表について考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか？ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。